宮口、黒のコスチューム、こちらも優勝候補の最右翼に挙げられている選手、それに挑戦する形になりますが、宮崎が今早くもミサイル、高い打点のドロップキックを払っていきました。ボディへ一発。高柳さん、はい、宮口はなかなか落ち着いてますよ。そうですね、今のもよく見てましたね、さあ宮崎がいきます、ドロップキック。宮崎はですね、はい、黒のコスチュームの宮口がですね、マスコミその他で優勝候補だと挙げられているのが面白くないということでね、絶対宮口を食ってやるんだと、アームホイップ投げ飛ばしていったのは宮口、またね、高柳思ってるんですよね。そんな、ね、気持ちがないとね、この商売やっていけないんですよ、もう最初からね、弱気だったら絶対この商売ダメですね、はい、首4の字に入りました宮口。宮口智子は大阪の出身で19歳、空手の経験を持っています。歯を見せている宮崎、宮崎は愛知県の出身で16歳。さあひっくり返します、首を攻める宮口、完全に宮崎が首が両太ももの間に挟み込まれていたんですが、さあ足を決めて、そしてあーっとフェイスを取れませんでした。今もう強引にですね、逃げたっていう感じですね。そうですね、首4の字がですね、そうするとやっぱりスタミナロスしてしまうんですね。あ、もう少し逃げ方あると思うんですね。なるほど、はい、手首を取っています、手首を決めて、さあ腕ひしぎの体勢に入りました、ぐーっと絞り上げていきます、しかも見えないように指を攻めていきます。宮崎なかなかしたたかです。このブルースターカップ攻めている宮崎は2戦目、1勝を挙げています。宮口の方は優勝候補と言われているんですが、これが初めての試合です。さあまず足を決めて、そして顔を取りに行きます。この雲の技なんですが、まあ、宮口の方はですね、今日の試合が一番大事ですね、はい、初戦を敗れてしまいますと、はい、どうしてもやっぱり沈んでしまいますから、気分的に良くないです ね、まあ、先ほどの天野とこの宮口が最終的に決勝で当たるのではないかという予想が一番強いんですが、なるほど、まあ、先ほど天野が敗れましたしね。そうですね、カウントアバンです。まあ、見る側にとってですね、その星の潰し合いのが面白いわけですよ。そうですね、はい、まあ、そしてお互いに切磋琢磨してね、どんどん伸びていってほしいわけですからね、はい、敗れたらですね、道場行って練習するのが一番ですから、はい、さあ大きな声、これもこの人の特徴です。宮口時代のエース候補と言われています。あ、これは先ほどやられた技じゃないですか、はい、やり返しています。161cm 67kg 黒のコスチューム宮口、さあ腕ひぎ切るか、完全に右の腕は伸びているんですが、体を曲げましてちょっといい体勢には持っていけていません。そうです、今切ろうとしてるんですよ、今切りましたね、はい、完全ではない量です。自分の体を回しまして逃げます。宮崎、宮崎も今の逃げ方もあったですね、はい、切られたところはすぐ暴れてですね、逃げたし、その瞬間っていうのはやっぱり絶対大事なんですね。なるほどね、はい、腕をねじっていきます。脇固めに入りました。しかもぐっと体重を乗せています。ロープは足の先、ブレイクです。レフリーのランマショーブレイクを命じました。さあロープに飛ばすキック、起きろと声を出しながら宮口がドロップキックを払っていきます。3連発、そして抑え込み、カウントは2です。山本さん、この2人の差なんですけど、はい、グリーンの宮崎の方が言っていたんですが、宮口は重たいんですと、ね、聞きましたらね、9キロぐらい差があるんですよ。あ、そうですか、9キロと違いますね、だいぶ違いますから、はい、だからできるだけこうアタック系タックル系の技は避けていきたいんです。そう、あれをもらってしまったらちょっと体力消耗していきそうなんでと、そうでしょうね、とは言っていたんですけどね。やはり女性で9キロ違いますと、もうだいぶ違いますね。そうでしょうね、はい、まあ、見た目はそんなに感じないんですが、
おっと足を決めています。そしてサーフボードの体勢になります。どうですかこれは。いいですね、なかなか複合技です。なかなか面白い体勢で入りました。さあもう一度上体をさらしてサーフボード、これではちょっとギブアップを奪うまではいかないか。こらえている宮口です。見つける女子選手はですね、体は柔らかいでしょう、ですからなかなか決まるんですけどね、男子の場合ですからね、あそこら辺で体の硬い人は決まってしまうんですね。なるほどね、はい、まあ、そこら辺の時に女子プロの良さというのもあるんですけどね。なるほど、はい、さあ今度はまた違う体勢だ。自分はマット、そして相手はこのように斜め上の方に持ち上げたサーフボードです。貼り付けのような体勢になりました。貼り付けられているのは宮口智子。そしてまたボディシダース同締めです。まあ、最近流行っている同締めスリーパー、はい、よく各選手が見えていますが、そういった体勢にはいきません。まあ、本人の持っていくパターンがあるんでしょう。今 の、 あの選手たちは足長いでしょう、ですからこういうボディシダースが効果あるわけですね。なるほど、僕らみたいに小さいんで足の短いのはダメなんですね。そんなことないです。ですからね、選手によってですね、やっぱり自分のその体型、それから背の高さ、長さ、低さですね、から太ってる太ってない、それによってだいぶねその技が違うわけですね。あ、なるほどね、そこによってまた逆にね面白さがあるわけですよ。あ、なるほど、はい、キャメルクラッチ宮口です。いい表情しています両者、特にこの宮口ふてぶてしい、しっかりとしたご覧のような表情を見せます。かなりこれ反ってます。直角に近いんじゃないですか。そうですね、柔らかいですね。それで宮口選手ですか、先日僕も道場行ったんですよね、道場行って少し教えたんですけど、なかなか、ね、腕の変えない力ですね、ありますよ、なかなか。あ、そうですか、はい、さあその宮口がロープに振りました。宮崎がドロップキックを見舞っていきます。抑え込み甘いぜという感じでボーンと跳ねのけました。ライングメイヤーからスリーパー、ちょっと時間がかかった。ちょっと疲れてきましたか宮崎。さあスリーパー入り具合どうですか。なかなかいいんですけどね、はい、この前ちょうどスリーパーも教えたんですよね、はい、少しちょっと違うかなという、やっぱり夢中ですからね、どうしてもそんな基本通りとかこういう風にするんだよってことを言ってもなかなか分かりませんからね、はい、同締めスリーパーに入りました。まあ師匠だけありましてなかなか厳しい言葉が飛びます。山本小鉄さんが解説です。さあ宮崎足がロープにかかっていました。宮口です。両方とも宮がつきますね。ちょっと混同、ね、ね、してしまいますけどもなかなかこの黒のコスチュームが宮口の方です。さあ宮崎由紀が少しずつ引きずりながらテップオーバー、うまく返しましたね、はい、さあこれで落とせるか、もうちょっと深くいきたいか、余裕があります。宮口です。今せっかくですね、逆に持ってたんですかね、はい、あそこでねもっとですね反らせばよかったですね。腰落とさないんですよ、ああいう場合は。あ、そうなんですか。腰落とさないで、はい、足だけをね、相手の足を伸ばしてしまうとですね、より一層効果があったんですね。あ、なるほどね、膝を、そして股関節を痛めるような感じになっています。アキレス腱断ホールド、あーっと切り返した。宮口、アキレス腱ホールド、悲鳴を上げながら宮崎エスケープします。あー、今ずいぶん苦しそうな表情。宮崎そこを攻め込んでいきます。左の脇腹、そして太ももストンピング。さあ宮口畳みかけることができますか。アキレスです。アキレス腱固め、うーっと逃げたい。宮崎こらえます。ようやく逃げることができました。
先ほどのアキレスといい今回のアキレスかなり厳しく入ってるようですね。そうですね。ですから、まあ、その肩に入ってしまうと、もうなかなか逃げられないから、もう暴れる以外はないですね。さあボストンクラブぐーっと沈み込んでいきました。宮口です。余裕を見せます。柔らかいですね、これでいいですよ。このままですね。おーっと、はい、そうです。ぐーっとまるでぶんどってしまいました。弓矢のようにすり返っています。このようなんですね、逆エビもあるわけです。腰を落とす、それでもだったら、ね、自分が立ってしまうんですね。それ足を、相手の足を伸ばしてしまうんです。まるで半月のようにな反り返ってしまいました宮崎です。しかし柔らかい、ね、柔らかい。首が横を向いていますが、おっと、だいぶ腰にダメージを受けたような感じです。ピンフォールの体勢はカウント2です。高柳さんね、はい、男でもいるんですよね、この辺体が柔らかい人、そうするとなかなか決まんないんですよ。あ、一つのその体の柔らかさというのは武器ですね。武器です、絶対に武器です、宮口が振った。高い打点のドロップキック、カウントは1。どの辺に勝負の分かれ道が来ますか。うまい投げを見せました宮口です。空手の経験があります。打撃技得意、努力という言葉が好きという宮口、まあ、とにかく今日は迫力のある試合を見せたいと言っていました。黒のコスチューム宮口智子、これですね、お尻をドーンと落としていけばいいんですか、はい、より効果なんですかね。逆に倒されてしまいましたが、腕引いた、逆順に入りました。体を縦にしましてエスケープ、逃げます。あ、しかし今度は右手、肘のあたりでしょうか。苦しそうな表情を見せました宮崎。今までの途中からこう宮崎が痛め、おっと、そのパッケージか。カウントは2です。ちょっと崩れました、ちょっと崩れました。さあ力が残っているか。宮崎振った、ドロップキック、少し勢いがなくなりつつありますが、力を振り絞る、ドロップキック2発でカウント、ボールの体勢、カウントは2です。首をなし、まあ、はい、見た感じは宮口が随分押しているなという感じもあったんですが、宮崎もですね、力を振り絞り始めたという感じありますね。なんとなくスルリスルリと抜けてしまうっていう感じですね。あの先ほどのボストンクラブをこらえたあたりから宮崎が自分のペースに引き込んできたようです。あ、これ首の字決めながらずるずる中央まで引きずってきました。あ、今フォール、ブリッジで相手の肩、両肩をつけました宮口です。ニュートラルコーナーに口差しのような感じになりました。ドロップキックを放っていきます。もう一発いくか、今度は串刺しにはならない。おっと、これもかわす。お互いに間合いを見切ります。ドロップは宮崎、宮崎選手冷静ですね、よく見てます。フラインボディープレスはカウント2。さあロープの上に1段2段上がっていきます。もう一台行くか。セカンドロープからプレス、ダイビングプレスを見せました。カウントはブリッジで返します。宮口です。いや、しかしでも両者の表情を見てますと、だいぶスタミナの方もね、はい、切れ始めたと感じでしょうか。さあ抑え込み、逆さ抑え込みに入った。さあどうだ宮口だ。先ほど第1試合ブルースターの第1試合の決め技が今の逆さ抑え込みでしたが、どうだ今度は宮崎。来るは体力に勝る宮口、もう一発ショルダーアタック、もう一回今度は左肩口から。さあ宮口がここで出そうかという感じで満を持して青コーナーのトップロープだ。ミサイルキック、2階から下がってきたようなミサイル、カウントはどーっと左肩上がりました。悔しさを前面に出します。激しさを出していきます宮口です。
ボディスラム。さあもう一発だ。今度は赤コーナー、倒れているのは宮崎ゆき、上がっていった宮口智子。さあもう一発ミサイルか、ミサイル、いやフライングボディープレスだ。カウントは3、宮口が宮崎を下しました。優勝候補の一人に挙げられている宮口智子、ブルースター初戦で宮崎を下しました。15分かかりました。15分05秒片海固め、宮口智子が宮崎ゆきを下しました。